太郎くんね、私と最初に会った時バレエなんか嫌いだって言ってた。でも今もういいわ。ね、どうして分かってくれないの。このままじゃ太郎くん本当に蘭子から離れてっちゃうわよ。何ですって。春尾くんの気持ち全然考えてあげてないじゃない。私は母親失格だってそう言いたいの。そんなことは言ってない。言ってるじゃない。もううんざりよ。帰ってくれない。もう本当にこんなに分からずやトンチンカンな人とも思わなかったわ。トンチンカン。蘭子はね、蘭子はね、人の気持ちよりプライドの方が大事なのよ。匠先生引き抜くのだって春尾くんのためじゃなくて自分のプライドのためでしょ。帰って。